怪我をしない体作りを目指して、何にもできないからこそ何でも吸収できると思っているので、一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いします。運動かスポーツ何かやってました？運動何もやったことない、クラブ活動とか。クラブ活動もずっと小中高で吹奏楽部だったので。小中高も全部全部とりあえずちょっとね、5分ぐらい走ってもらおうかなと思ったんですけど、はい、大丈夫ですか？大丈夫です。使ったことありますか？あ、あります。トレッドミルって言うんですけど、おすすめが 4.3 ぐらい、はい、で、肘は90度にして、はい、こう90度にして後ろにこう背中を使うように振ってください。後方に振るようにすると背中の筋肉が使います。はい、プロレスって結局動く商売なんで、体力がないとダメなんで、その筋力も必要なんだけど、こういう体を動かす体力も重要なんですけど、筋肉があればいいってもんじゃないんですけど、息を全部吐き切って、でゆっくり戻します。それを10回いきましょう。いきましょう。せーの、はい、はい、ピッチ、ゆっくり戻します。はい、2、全部息吐き切って、2、ふー、はい、5、はい、はい、10回いきましょう。はい、2、息吸って、吸って戻して、吸って戻す、吸いながら戻す、吸って、吸いながら戻す、吸って、吐きながら、ここで吐いて、3、そうそうそう、はい、1、はい、いいね、1、ここまで、はい、はい、はい、2、肘まっすぐに、そうそうそう、ちょっと顎を上げましょう。で、腰が引いちゃダメ、もっと腰落として、こっち、こっちに落として、そうそうそう、はい、そこまでやんない、はい、はい、3、腰落として、3、そうそう、お腹で支える、3、お腹でブリッジを作る感じですね、はい、はい、はい、それでぐーっと胸を落として、そうそうそう、息を吐きながらぐっと、そうそうそう、はい、1、はい、2、息吸って胸ストレッチ、2、あ、いいね、すごくいいですよ。はい、3、2、そこまでです。あ、そこまで、2、はい、3、はい、3、腰に腕力を作って、3、反らして、ちゃんと反らして、はい、はい、4、はい、5、足立先生は全然こんなのっておっしゃってたんですけど、私にとってはもうマックスのなんかもう超ハードななんか筋トレな感じがしちゃったので、もう頑張んなきゃっていう気持ちもあったんですけど、なんかもうすでにちょっとここら辺の使ってない筋肉の違和感を覚え始めてます。まあ体力は予想してた通り割とアベレージで普通の女性の体力という感じですね。特に今日はやり方をちょっと覚えてもらうためで、このメニューがだいたい1週間から10日ないし2週間ぐらいしかやらないので、そこから徐々にその、まあ、苦手なところをつけた方がいいところを見つけてメニューを組むような形で、本当に今日の入り口ですね。